団長の両線の戦いは、朝鮮戦争中の1951年9月13日に開始された国連軍及び朝鮮人民軍、中国人民志願軍による戦闘。この戦闘による惨状を目にした特派員が心が引き裂かれるようだ。と表現したのが名前の由来である、陽光軍イアス面付近の地図。イアス盆地の西方に地の稜線が、その北に、 団長の稜線がある。団長の稜線の西の渓谷にあるのが、文戸里9月5日、アメリカ軍第2師団は、多くの犠牲を出しながら持ちの稜線を奪取した。第8軍司令看板、フリート中将は、敵後方への上陸と、北朝鮮を奥深くまで前進する、タロンズ作戦の準備を進めていたが、地の稜線での損害を見て中止した。9月8日、 バンフリート司令官は、霊下の軍団長に限定的な攻撃、偵察、警戒を強調した指示を出し、第10軍団には、地の稜線の巻田とパンチボール北方にある稜線を確保するように命じた。即座の攻撃は、共産軍に回復する機会を与えることなく新しい稜線を獲得できると考えていた。その後、第2師団は9月8日付で軍の限定構成である。 押し上げ作戦の方針と、第10軍団の命令に基づき、北方にある南から894コーチ -931 高地チ -851 コーチを貫ける、両線を攻撃することになった。この両線の中で851コーチと主法である931コーチとその西側にある踏みと里渓谷には、人民軍第5軍団第6師団が配置され、851、 高知と東側のサタリ渓谷には、第二軍団第十三師団が防御していた。第六師団は、地の両線の戦闘時に予備としてこの地域の陣地工事を行い、その後も防御陣地を強化しており、地の両線と同程度の陣地を構築していた。国連軍にとって、両線の確保は、このような戦略的観点があった。みととサタリ渓谷の攻撃経路を掌握。 この地域における人民軍の作戦の中心地である踏みとざとを無力化この両線からカンザス線が明ら制される脆弱点を除去戦線の湾曲部を除去することにより第10軍団の作戦目標達成さらに共産軍を魚かないやまばい方から見切り峰の線まで駆逐するのに中心的な役割を果たすことができる意義があった第2師団は地の両線戦闘終了後 第9連隊を呼びとし、第23連隊を地の両線に配置し、第38連隊は、団長の両線東側の868マイナ -702 二高地を攻撃中であった。第2師団は、両線攻撃のため、9月11日、第9連隊に地の両線を引き継がせ、第23連隊に、団長の両線を攻撃させ、第38連隊を呼びとした。 第2師団は、占領した868コーチと702コーチを足掛かりにして、1個大隊が851コーチを攻撃する間に、残りの大隊で931コーチと894コーチを攻撃することにした。9月12日に第1大隊が702コーチ、配属された第38連隊第3大隊が868コーチを占領し、 団長の両戦への攻撃を準備した。攻撃計画は、第1大隊の支援下に、第2大隊と第3大隊が、攻撃部隊として、851一高地と931一高地の間にある850十高地を占領し、そこから第3大隊が851一高地に、第2大隊が931一高地に攻撃する、ものであった。配属されたフランス大隊は、 第38連隊第3大隊が確保した868、高地を引き継ぎ、速報の防御を担当した。9月13日、80門ほどの方による攻撃準備を行い、午前6時に攻撃を開始した。第2大隊と第3大隊は地雷を除去しながら北進したが、人民軍も砲兵火力を集中したため、前進が困難になった。 931高地から東に伸びる両線の下端部に応急陣地を構築し、750高地マイナス850高地方向に攻撃を続けた。しかし、人民軍の砲兵と851高地及び931高地からの射撃で被害が続出した。それでも、第三大隊 L 中隊が日没近くに850高地を確保したが、夜間に、 人民軍の攻撃を受けて、中隊長以下30名余りの隊員全員が戦死した。この結果を受けて、リシェイゾ師団長は、団長の両戦持ちの両戦と同じように困難な作戦になると判断し、攻撃計画を一部変更した。人民軍の防御が東側に集中していることから、第9連隊を南側から894高地を攻撃させ、 東側と南側の2方向から攻撃することにした。9月14日、ニコ連隊による攻撃が開始された。第23連隊は前日と同様にニコ大隊による攻撃を行ったが前進することはできなかった。第123連隊は人民軍の脅威を取り除くため、868、高地を引き継いだ、フランス大隊にその北側にある841、 高知 -1052 高知に連なる両線を攻撃させた。第9連隊は1 5 5ミリ砲と4.2インチ迫撃砲の支援を受け、第72戦車大隊 B 中隊の戦車砲によって人民軍の陣地を制圧しながら前進し、日没近くに894高知から西南に5 0 0ルの地点にある高知を確保した。9月15日、攻撃が再開されたが、 第23連隊は前進できず、フランス大隊も、高地を占領できず、被害を被っただけであった。しかし、第9連隊、第2大隊は、砲兵の支援下に894高地を攻撃し、警備が損害でこれを占領することができた。9月16日、894高地占領を受けて、第23連隊は、すべての大隊を投入したが、 死傷者が続出するだけで突破口を開くことができなかった。一方で、人民軍第6師団もそれまで損害を受けていた第一連隊を交代させ、予備の第13連隊を投入して防御を強化した。9月20日、第72戦車中隊がフランス公平小隊の援護下にさたざとまで進出し、ここから戦車砲で第23連隊を支援できるようになった。 これによって21日に第3大隊が850十高地を確保することに成功した。9月22日、第23連隊は第1大隊がフランス大隊の支援を受けて南側から、第2大隊は北側から931一高地を攻撃し、第3大隊は850十高地から851一高地の人民軍を牽制した。第1大隊は 人民軍の抵抗で前進と後退を繰り返しながらも陣前10メートルまで接近したが、阻止下能を突破できず交代した。第2大隊は、目標手前500メートルにある高地を確保したが、被害が甚大でこれ以上前進できなかった。9月23日、両線から、西側からの人民軍の支援を阻止するため、文と里渓谷西側の1024高地を攻撃し、 第23連隊も931コーチに対する攻撃を続行した。後方を遮断され包囲の危険を感じた人民軍は動揺し、これを完破した第1大隊は猛攻を加え、夕方に931コーチを占領した。しかし新たに投入された第12師団第3連隊の野襲によってコーチを奪い返されてしまった。9月25日、 第23連隊はこれまでの戦闘で消耗したため、フランス大隊に931高地攻撃を任せ、フランス大隊が配置されていた連隊の東側には、代わりに、第38連隊第1大隊を配置した。第9連隊は1024高地を占領。第6師団は、壊滅した第13連隊を、両線の西側にある867高地に転換し、両線には、 第15連隊を投入し、戦線を整備した。第23連隊は、フランス大隊が、北から、第1大隊が、これまで通り南から931高地を攻撃し、第2大隊は850高地で援護、第3大隊が851高地の人民軍を、牽制させるという計画を立てた。9月26日朝、 第23連隊の攻撃準備が完了したが、人民軍の迫撃砲で、フランス大隊の第2中隊長と、砲兵観測将校が戦死し、迫撃砲の観測手の無線機が破壊されるなど、混乱した。午後1時30分に攻撃を開始したが、頓挫してしまった。攻撃を開始してからこの日まで、国連軍は1日平均1万発余りの砲弾を撃ち込んだが、 人民軍の有害陣地を破壊できず、砲兵、特に迫撃砲を制圧することはできなかった。第23連隊長のアダムス大佐は、同じ方法で攻撃し続けるのは自殺行為に等しいと判断し、第2師団の作戦を拡大し、踏みと里から投入される人民軍の増援と補給を遮断するように師団長に愚心した。この時点で、 第2師団の損失は1670名余りであり、そのうち、第23連隊の死傷者は950名に、達していた。9月27日、法徳会司令員は疲労困敗した第5軍団から、第68軍に交代することを決定した。ヤング師団長は、これまでの作戦を大失敗とし、その原因として、兵力を狭い地域に逐次に投入し、 火力支援チームを適切に利用できなかった点、人民軍の迫撃砲による損害が全体の八十五パーセントに達し、これを制圧できなかった点を指摘。三考連隊は、砲兵と戦車の支援下に攻撃を実施、第七十二戦車大隊は、踏みと里渓谷国に、不戦共同部隊は、沙汰渓谷に、それぞれ砲兵部隊が警戒した道路によって進出し、すべての気候戦力を持って、 不評連隊を支援することを方針とした。10月2日、タッチダウン作戦が形された。主攻の第23連隊が戦車と共同で931高地を占領し、これと同時に公兵が、なし規定、間間売移動を警戒する。さらに、第38連隊の援護を受けて、間勘売管理里間の道路を警戒する。第72戦車大隊は、 切り開かれた道路によって踏みと里に進出し、人民軍の後方を蹂躙し、これと同時に、第23連隊は851高地を占領し、第38連隊は戦火を拡張するものであった。10月5日午後9時30分、約300門の砲兵による攻撃準備射撃が開始され、第1海兵士団の飛行団も爆撃に加わった。その30分前に、 第23連隊が無証明、無支援で進撃を始めた。フランス大隊は931高地北側で陽動を行い、第1大隊は851高地の人民軍を建成した。北側の陽動と砲兵による迫撃砲人地砲撃によって人民軍は散漫になっており、これに乗じて第2大隊は隠密に接近し、火炎放射器と手榴弾。 消火器によって、号内の人民軍を制圧した。10月6日午前3時ごろ、931高地の南側半分を占領。北側から登ってきたフランス大隊と協力して正午、前に931高地を完全に占領した。10月7日、第5軍団は、第2戦陣地に入り、応急修理を行い、10日に第68軍と交代することを計画した。 第68軍が戦線に投入され、人民軍と共同で、アメリカ軍第2師団と、韓国軍第8師団の進行を阻止した。10月10日、公兵によって道路が切り開かれ、第72戦車大隊、第38連隊 L 中隊、公兵小隊からなる部隊が編成され、踏みと里に進出した。東側では、第23連隊の戦車中隊と、 フランス大隊の不評と公平で編成されたストルーマン主体がサダザトに進出して851高地を東西から遮断し同高地の攻撃支援体制を取った第72戦車大隊が踏みと里を超えると不意に中共軍と遭遇したがこれを撃破し851高地西側に続く補給路を遮断した中共軍は10日に防御任務の引き継ぎを 完了したばかりで、その時にはすでに国連軍が陣地手前6キロまで進出していた。戦車を阻止するため、道路の両側に大規模な対戦車障害物と連接した対戦車陣地を構築し、1個手段の対戦車火器を集中して対戦車大隊を組織した。第23連隊は851高地攻撃を開始した。851高地は、 中共軍の増援を受けた、人民軍第13次第が、第23連隊を851高地に、第19連隊を、サタリ付近に、第21連隊を871高地に、配置して、同地を死守した。第23連隊の攻撃は進展せず、米交換視は、戦死するか、負傷して戦えなくなるまで抵抗をやめなかった。 捕虜の数も極めて少なく、しかも無傷で、捕らえられたものは一人も見当たらなかったと、人民軍の優先を称えた。第1大隊は、フランス大隊の支援下に攻撃を先導し、931高地の第3大隊は、第1大隊の西側から起動し、第3大隊は、文と里南側の高地を占領して、共産軍の増援を阻止した。第一大隊と、 フランス大隊は一つ一つ、延滞号を破壊して少しずつ前進した。10月13日、フランス大隊が山頂を強襲して851、高地を占領。この戦闘を最後に、アメリカ軍第10軍団は、下記及び、周期作戦の主目標である戦線の湾曲部の除去を達成した。国連軍は、地の両線と合わせて踏みとざとまで推進するのにヶ月の期間と、 約六千名の犠牲を払い、軍事品の消耗は天文学的数字に上った。ありがとうございます。